皆さんこんにちは、ウォッチ情熱応援団団長です。本日はチュードルプリンスデイとクロノタイム 79260P の実機レビューをお送りしていきます。チュードルはロレックスの兄弟ブランド、現チューダーの日本ブティックオープン以前の呼び名です。クロノタイムは1976年頃に発売されたモデル、ブランド初のクロノグラフオイスターデートの後継として登場しました。今回ご紹介するモデルは2001年に登場した第3世代のマイナーチェンジ版、レッド文字版、アルミ合金製のタキメーターベゼルを装備した縦3つ目のスポーツクロノグラフ、プロゴルファータイガーウッズとのコラボレーションカラーです。チュードル時代の硬派なレーシングウォッチ、第2世代から変更された流線形のケース、そしてマイナーチェンジによってポリッシュ仕上げに変わった外装デザインにもぜひ注目してご覧ください。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも。男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、では早速機能面から見ていきます。基本機能はセンターに自分針、9時位置に秒針、3時位置に日付表示。クロノグラフの針はセンターに秒計測、6時位置と12時位置にはそれぞれ12時間と30分の積算計が配置されます。搭載される機械はエタ製、旧バルジュー製の7750、精度が良く耐久性、メンテナンス性にも優れる汎用型自動巻きクロノグラフの名機、オメガ、ブライトリング、ジン、タグホイヤーなど様々なブランドの時計に使用されています。リューズでの操作は長針の調整と日付のクイックチェンジが可能。リューズを回した時の感触は重めで、長針の動きもゆっくり、一昔前の汎用機らしい味わいを感じますね。クロノグラフのプッシャーにはスクリューロックがついています。使用時には毎回それを緩めるという人動作が必要になります。続いて外装デザインです。リューズにはブランドの新ロゴである縦のエンブレムが刻まれています。ちなみにこの前の時代、1996年製造以前のクロノタイムまではロレックスのパーツがそのまま使用されていたため、リューズのロゴもロレックスの王冠でした。ケースはステンレスシール製、サイズは 40mm 径 14mm 厚、兄貴分であるロレックスデイトナよりも少々厚みのある設計、裏蓋、リューズともにねじ込み式です。またこの第3世代から風防がサファイアクリスタルに変更されたことで、防水性能も以前の 50m から 100m へとアップしています。さらに2001年のマイナーチェンジ以降はラグとブレスレットの中コマがポリッシュ加工に変わったこともポイントです。より華やかに、カーレース用のクロノグラフらしい色気ある仕上がりになっています。ちなみに同じ世代のクロノタイム、4種類ありまして、それぞれベゼルの仕様が異なります。こちらはアルミ合金製のタキメーターベゼル、他にステンレス製とゴールド製のタキメーターベゼルと60分系回転ベゼルのバリエーションが存在します。ブレスレットは5連コマのステンレスシール製、バックルはシングルロックです。カラーやベゼルの仕様によって兄貴分のロレックスデイトナに似ているものもありますが、こちらはビビッドなレッドダイヤル、ベゼルもブラックなのでデイトナとの結びつきは感じにくく、兄弟ブランドとは思えない全く別の時計に仕上がっています。縦3つ目のインダイヤルもレッドなのが非常にインパクトありますよね。ド派手でファッショナブルでありながらも、ブラックのアラビアインデックスに白い影が落とされていることなど、視認性に配慮されている点はさすがツールウォッチを得意とするブランド。ただ20年以上前の個体なので夜光はもうほぼ光りません。赤なので夜間は文字盤全体も見づらいですね。そして恒例リストショットです。手首周り 16.5cm、 幅 5.4cm の場合、 14mm 厚としっかり厚みがあり、かつ縦サイズも 48mm と特段短くはないので腕乗り感は大きく感じます。ただケース側面が丸い形状になっているので、現行のブラックベイクロノのような癖のある塊感はないかと思います。ここまで派手なレッドですと、もはやどんなシーンでどんな服装と合わせても目立ちます。目を引くカラーの時計が欲しいという方にはこれぞと思えるデザインなのではないでしょうか。ポリッシュ部分も多いので、キラキラと華やかな質感もいいですね。どんな時に使おうか、そこから考える楽しみもあります。20年前の時計ということで、どこかノスタルジーな雰囲気をまとっていることも魅力。ちょっと古めででもしっかり使える機械式クロノグラフをお探しの方にもぜひ手に取っていただきたいモデルです。他では満たせない独特の所有感が癖になりそう。以上、本日はチュードルプリンスデイとクロノタイム 79260P レッド文字版の実機レビューをお届けしました。こちら生産終了品につき、現在は中古市場でのみ探すことができます。価格はブレスレットタイプのもので70万円前後、流通数は少なめです。気になった方ぜひ探してみてください。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。